nämä muut tyypit tekee. 登場会最強と言われる堂島組が独占を狙う巨大な利権、神室町再開発計画。その鍵を握る殻の一坪の所有者牧村誠は橘の生き別れの妹だった。 極道たちは特殊な生い立ちを持つ兄と妹に情け容赦なく牙を剥く。殺された兄の復讐を誓った誠もまた堂島組の凶弾に倒れ、暴力の闇に飲まれていた。 Finaali. Onpas tää pitkä reissu ollut. Vai viimekin finaalissa. Itsumate kakattorinjää. Ootanka? Syytä tunne jättää? 失礼ですが、あなたは？あの子をここに連れてきたもんや。大丈夫。手術は成功です。ただ、まだ意識が戻ってません。もしかしたら、このまま目を覚まさないかもしれません。何やと？という状況よ、セラさん。 セラ。真島、牧村誠の場所を撃つ。ここは危険だ。堂島組に彼女が生きていることが知れれば間違いなくとどめを刺しに来る。守りきれん。せやったらどこへ？少なくともここよりは安全な場所だ。先生にも付き添ってもらう。お前も一緒に来るか？ 俺があの子のそばでできることは、もう何もないやろ。セラ、誠を頼む。俺には、あの子の代わりにやらなあかんことがある。うん？これ以上あの子を、黒の世界に踏み込ませたらあかんのや。堂島組がおる限り、 あの子は意識が戻ったとしてもまた狙われる。せやから、俺が全部しまいにしたる。お前まさか堂島と刺し違えるとでも言うのか。先生もあの子を頼むで。なんとか手尽くしてあいつの目を覚ましたってくれや。 神室町再開発計画、今までさんざ殻の一坪に足引っ張られたが、ようやく本格的に役人が動き出すことになった。渋沢、 てめえの手柄だ。はっ。
そんじゃこれからは渋沢を頭って呼ばなきゃいけねえわけですか。その前にまだやることがあるでしょう。何の話だ。風間組の始末です。立花不動産、日京連、奴らの陰で糸を引いてたのは風間の頭ですから。オッケー、堂島を裏切ったけじめはきっちりつけねえと示しがつきません。無所にいる風間の頭を消すってことかい。そんな中途半端なやり方じゃてっぺんなんか取れねえよ。脅し以外はズブの素人だな。ええ、てめえなんだその口の利き方は。キラタムスタットストネットカプテニトウ。カザマ組の息のかかったもんは全員だ。連中を登場会から綺麗さっぱり消さねえ限り、綺麗みたいな跳ねっかりがまた出てくる。ほら、徹底的にやらしてもらいますよ、親父。今度の若頭は血の気が多いぜ。ふん、voisin niinkin sanoa. No joo, entisellä kapteenilla ei välttämättä ole hirveästi ystäviä tai ei voi olla siinä asemassa hankkimatta ihan miehiä. Tää on sillä aikaa ollut ihan... Koko ni ita no ka, Kiryu.錦、牧村誠、まだ見つからねえ。アジア外の連中にも手貸してもらってるが、今んとこ手がかりもなしだ。そうか。なあケリュウ、お前真島五郎って男知ってるか。名前だけは聞いたことがある。そいつがどうかしたのか。そいつも彼女を探してる。風間組の事務所に押し入って柏木さんを一人で叩きのめしたらしい。あの柏木さんを。真島はその後俺んとこにも来た。やられたのかお前。あれはっきり言って歯が立たなかったよ。そんなやつが誠を探してるのか。ただその真島は堂島組とは別で動いてる。あいつは誠を守ろうとしてるようだった。敵じゃないのかもしれねえ。だからといって仲間とは限らねえ。とにかく誠を見つけねえことには何も分からねえままだ。死んだ立花のためにも彼女だけは何としても守りて。そうだな。知らねえ番号だ。誰からだ。キリュウか。ああ、そっちは。日京連の世良だ。世良さん、あなただったんですか。立花社長のことは聞いた。堂島組にやられたってな。俺は今アジア街の陳さんの店に来ている。お前と差しで話がしたい。すぐに来られるか。何の話です。会ってから話す。気をつけてこい。堂島組は今もお前を探してるぞ。キリュウさん、あんたの客はあっちだ。
立花さんは残念だった。最後に一目でも妹と会わせてやりたかったな。あんたが必死に助けようとしたことは分かっている。アジア外に住む中国人を代表して礼を言う。ありがとう。よしてくれ。俺は何もできなかった。礼を言われる資格なんかねえ。ゆっくりはしてられません。話ってのは。お前はもうゆっくりしていい。それを伝えに来た。え？牧村誠が堂島組に撃たれた。な、一応峠は越えたがまだ危険な状態が続いている。意識不明のままだ。何があったんです？それじゃ、彼女は目が見えるようになっていた。少し光を感じる程度だがな。それより幸い堂島組はもう彼女を殺せたものと思っている。早速カムロ町再開発計画の本格着手に動き出した。しばらく彼女に危険はないだろう。でも真島って男は彼女が生きていると知っているんですよね。信用できるんですか？おそらくな。あいつはもともと島野の命令で牧村誠を殺すように動いていた男だが、今は心底彼女を守ろうとしている。ただこの先どう動くかはっきりは分からん。それより堂島組だ。若頭補佐の渋沢が堂島組の次期若頭に決まったらしい。これから実質的に堂島組を動かすのは渋沢になる。やつはこれまで表に出るタイプじゃなかったが、筋を通し耐え忍びながら力を蓄えていた。だが渋沢組は若い組織。久世剣能会や阿波野の太平一家の上に立つには強い力を示す必要がある。となれば真っ先にやるのは旧風間派の徹底的な排除。特にお前は目の敵にされるぞ。それに殺しの濡れ衣も晴れてない以上、薩摩お前を追ってる。お前はカムロ町を出てしばらく身を隠せ。時間さえ稼げればまだ希望はある。希望？牧村誠の意識が戻れば空の一壺は日教連が取る。え？そしてそれが風間さんの真の狙いだ。なんだと？あの人は今堂島組の拡大を止められる唯一の対抗勢力として俺の日教連に白羽の矢を立てた。橘も空の一壺を日教連に渡そうと動いていた。全てはこの俺を堂島総兵に代わる東条会の跡目に据えるためだ。それじゃ、おやさんはあなたに東条会を託したってことですか？そういうことになるな。知りませんでした。あなたとおやさんにはそこまでのつながりが。俺もお前ほどじゃないが風間さんには世話になってきた。俺に極道のイロハを仕込んでくれたのはあの人だ。足を向けては寝られない。ベリベリ。キリュウ、お前のことも風間さんからくれぐれもと頼まれてる。殺しの濡れ衣の件もいずれ俺が必ず何とかする。だが今牧村誠が目を覚ますのを祈るしかないのが現実だ。それじゃもう俺にできることはないってことですか？お前はもう十分やった。お前がいなかったら牧村誠はカムロ町に来る前に消されてたろう。彼女が今何とか生きてるのも
お前のおかげだ。彼女は今どこに？病院からは移動させた。芝浦に停泊してる船にかくまってる。彼女が生きてることが堂島組に知れたらまずいんでな。芝浦、うん、お前にこのことを伝えたのは俺なりに筋を通したかったからだ。あとは俺たちに任せて、お前は町を出ろ。いいな。キリュウ。錦、なんだ、どうかしたのか。堂島組の連中が風間組の事務所に向かってる。風間組を襲う気らしいぞ。何？渋沢が堂島組の次期若頭に決まったらしい。奴は風間の親さんの勢力を根こそぎやる気だ。俺もお前も的になってるはずだぜ。号令かけてんのは渋沢ってことか。すぐ町の中堂島組で溢れる。俺ら町を出るしかねえぞ。おい、いたぞ、キリュウと錦まで。錦、牧村誠は日教連の世良が保護してた。堂島組は彼女を殺して殻の一粒に型がついたと思っている。だが彼女が生きている限り、殻の一粒は世良と風間のおやっさんの切り札になる。堂島組を押さえつけることができるはずだ。この場をしのいで時間を稼げば状況は変わるかもしれない。つまりどうしろってんだ。お前は風間組に行け。柏木さんにも身を隠すように伝えるんだ。こいつらは俺が食い止める。キリュウ、早く行け。錦、わかったよ。お前らの相手はこの俺だ。風間の使いっ走りがでけえ口叩くんじゃねえ。お前らは全員皆殺しだ。恨むなら風間を恨め。ここ talo tulessa vai? Tämä taas. Kuze. Ilman laseja. Anta yksi ka. の人間は引かせた。てめえとやり合うのに余計なチャチャ入れられたくねえんだな。まだ風間組には手出しちゃいねえわ。錦山も事務所の中だ。堂島組は風間組を、いや風間のおやっさんをどうする気だ。始末するに決まってんだろ、風間組もおめえも。今その指揮取ってんのは渋沢だがな、誰がやったってさほど難しい仕事じゃねえ。堂島組はもう東条会ごと下に収めちまおうっちゅう勢いだからな。お前らをぶっ殺すまでいくらでも兵隊を送り込めるってことだ。そうかもな。だが俺は雑魚がいくらかかってきたとこで今のあんたほど手強いとは思わねえ。ああ、あんたは俺をぶちのめすためだけにここにいる。何の損得もねえところで命張る男ほど厄介な相手はいねえ。よく分かってんじゃねえか。
俺を今動かしてるのはな、男の意地ってやつ。それさえあれや、男は笑いながら死ぬことだってできる。俺とお前、どっちの意地が上に行くか見ものだな。決着つけさせてもらいます、クゼの兄貴。言うね、上出来だよ。いつでもいいぜ、殺す気でかかってこいや。どこまでも強くなりやがる。クゼの兄貴、なんとなく俺にはわかる。風間の頭はお前がこうやって本物の極道になるのをずっと抑え続けていた。その封印を解いちまったんだよ、堂島君が。だがお前の他にもう一人、そいつも今本物の極道になろうと必死にもがいてる。日教連に逃げ切る。そこに奴が、渋沢がいる。
渋沢が日教連に。牧村誠は生きてるんだろう。渋沢は殺し屋に女を出せるときわざと死なねえようにしたらしい。まだ堂島の親父にさえ報告してねえらしいがな。あいつは日教連に女を囲わせて連中を泳がせたんだ。そのアジトを突き止めるためにな。なんだと。女も世良もおめえも風間の頭の息がかかってる人間は全員根絶やしにする。そうやって渋沢は初めて堂島の頭になれる。本物の極道に。キリュウ！ニシキ。今アジア外から連絡があった。渋沢が堂島組を芝浦に向かわせてるらしい。もしかして日教連は芝浦にいるのか。ああ、誠もそこにいる。マジかよ。ならすぐ行こうぜ。キリュウ、車回してくるからよ。分かってんだろうな、キリュウ。てめえは極道の一番深いところに足突っ込もうとしてる。風間の頭が止めたその道をこのまま進む覚悟があるんだったら行けや。ええ、全部覚悟の上です、クゼの兄貴。やり残したことはねえな。今のうちにできることはやっとけよ。どうですか、今日は飲んで帰りませんか。いらっしゃいませ。ありがとうございました。用意はいいか、キリュウ。もういいのか、キリュウ。この町でやり残したことはねえんだな。ああ、大丈夫だ。芝浦までやってくれ、錦。日教連は
船をアジトにしてアポ大してろ分かった